こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。オーストラリア、アマゾン、物価の高いオーストラリアに、日本の、割安な商品、コスパのいい商品を持っていけば、非常に稼ぎやすいと。なかなか商品が見つからない人も、続けてさえいれば、稼げるようになります。ただ、続けるためには、NG 行為を行ってはいけなくて、で、NG 行為の中でね、最もやりがちなことは、販売しちゃいけない商品を販売してしまうと。この NG 商品の販売なんですけど、ちょっと引っかかりやすいというかね、普通に考えると、ありえない、NG 商品があるんですけど、それはどういうことかというと、Amazon にカタログがあるのに NG 商品。場合によっては、ね、Amazon、ね、アメリカ、オーストラアマゾンにアメリカのアマゾンが出品してるとか、オーストラアマゾンに、イギリスのアマゾンが出品してるとか、いう商品なんですけど、なのに、そのカタログが実はオーストラリアで販売していけなかった商品だった。そんなこともあります。で、ちなみにこれね、ガイドラインを翻訳した、文章なんですけど、この文章ね、私は、アマゾンで販売するすべての商品に責任があり、それらが法律に違反しているかどうか、またアマゾンでの販売が制限されているかどうかを理解する責任があります。アマゾンにカタログがあって販売されていてもオーストラリアの法律に違反している場合があります。オーストラリアアマゾンにカタログがあるんだから、アマゾンがチェックしてるんじゃないかと。ね、ましてや、アマゾンが販売してるんだから問題ないんじゃないかと思うのが普通の感覚なんですけど、ところが、ね、オーストラリアアマゾンにカタログがある。場合によっちゃアマゾンも販売してる。なのに、オーストラリアで販売しちゃいけない商品ということもあります。で、これに対するペナルティはね、あります。ね、販売してるとね、アカウントの状態が悪くなったり、また当然ね、その継続した販売なんかはできなくなります。継続した販売っていうのは、今のところ、違反商品を販売しててもね、コピー商品とかね、そういう悪質なもんでなければ、アカウントがなくなるということはないんですけど、少なくともその商品は販売できなくなるということがありますんでね、Amazon にカタログがあるから安心というわけではないというのを注意してください。個別サポートの会員さんはね、一個一個の商品チェックしてますんで、この商品ね、今ダメになってますとかいうこと言えるんですけど、マニュアルサポート、チャットサポートの会員さんに関しては、完全な NG 商品は教えてますけど、ある人は NG になってる。あるいはね、前から販売してると OK とかね、許可取ってれば OK の場合は、誰しろ誰かの儲けてる商品なんでね、公表できないというのもありますんでね、サポートメルマガを、よく見ていただいて、サポートメルマガで NG 商品になってたのに、これ似てるなとか、あるいはね、同じメーカーだなとかいう商品はね、確認してください。これね、Amazon に商品を出品する際の責任を説明したら次のうちどれですかと。正解、不正解を、選ぶ、ガイドラインのテストがあるんですけど、正しいのはこのね、私は Amazon で販売する全ての商品に責任があり、それらが法律に違反しているかどうか、また Amazon での販売がされているかどうかを理解する責任があります。Amazon が販売してるとかね、カタログがあるとか、そういうのがね、あったとしても、販売して OK とは限らない。NG 商品があるということがあるんでね。なかなかこれ普通の感覚だと分かりにくいというか、普通に考えるとね、アマゾンにカタログがあってアマゾンも売ってるから、それは大丈夫なんだろうと思っちゃうんですけど、そういうわけでもないというケースがあるというのをね、覚えておいて、慎重にチェックしてください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。